皆さんこんにちは、プラモ復帰チャンネルです。最近また新しい商品どんどん発売されてまして、これから発売される新しい商品の発表も忙しくなってきてますけど、皆さんどうですか？このペースについていけてますか？私はなんとかついていこうと頑張ってる感じですけど、毎週のウォーハンマーインペリウム作る、動画も作る、ミニチュアも塗る、そして他のアーミーのミニチュアも作る、塗るっていうことを繰り返していて、正直新商品買ってもすぐ作れるかって言われたら難しい状況になってきましたね。それでもね、見れば欲しくなるのがこのウォーハンマーのミニチュアなんですよね。新しく発売される新商品の情報、私がこれは手に入れないといけないな、作りたいなって思うもの、またどんどん発表されましたので、気になるものをちょっと見ながらお話ししていこうかと思います。少し前に発表されたこの新しいザウルス、アストロリスベアラ、まあ要は旗持ち、他のアーミーで言ったらスタンダードベアラ、まあそういった立ち位置なんですけども、これがね新しくなる、まあ、この造形見たらうなりましたよ。少し前に作った雑談動画、その時にね紹介したんですけども、セラフォンの基本ユニットのザウルスウォーリアっていうミニチュア、これが全く新規造形になるんで、ザウルスウォーリアのザウルスたちのデザインが一新されるんじゃないかとは思ってたんですよ。このアストロリスベアラーもザウルスが基本のミニチュアなんで、他のザウルスたちもおそらくこのアストロリスベアラーと同じように新規のザウルスウォーリアーに準じるような、準じたようなデザインに変更されてくるんじゃないかとは予想はしてた結果、これほどかっこいいものが出てきたんですよね。別に今のアストロリスベアラーがかっこ悪いかって言われたら全然そんなことはないんですけどね、今もねすごい造形ですし、かっこいいとはもちろん思ってるんですよ。ただね、新しいセラフォンのミニチュアの造形ラインってユーモアとか愛嬌とか、少しこうデフォルメされたような、そういう部分がもうね排除されてますよね。徹底的に強そうでかっこいい、スタイリッシュな見た目ですよね。もうここまで徹底されてるんだったら、他の既存のものっていうのはそう入れ替えされるとは思います。もう私はそれ覚悟して、このミニチュアが発表されたすぐ後、今販売されているセラフォンのミニチュアで欲しいものを注文しましたもんね。もうこれが最後のチャンスになるんじゃないかっていうのはもう思いましたから、絶版になる前にあと 3,4 ヶ月、半年ぐらい時間余裕ありましたからね、今のうちだと思って注文して、後悔のないようにしておきました。これは私の個人的な考えなんですけども、こういう旗持ちっていうユニットはね、あんまり優先して作らない、あとまあゲームでもそこまで編成には入れないかなっていうような感じなんですよ。でもね、このミニチュアを見た瞬間に、能力が強くても弱くてももうどっちでもいい、とにかく塗ってゲームで使いたい、ゲームの盤面にこいつを並べたいなって本当に思いましたね。このミニチュア特にね特徴あるなと思ったのは、旗持ちっていう、まあもちろん要素もありますけど、ザウルスなんですけど仮面かぶってるじゃないですか。あんまりねザウルスのミニチュアでこういうねフェイスガードみたいな仮面かぶってるやつっていうのは少ないんですよ。スキンクオラクルとか、そうですね、スキンクの方がこういった装飾の兜をかぶってるものを、仮面ですね、仮面をかぶってるものを結構いますね。そうですね、ザウルスで兜とかつけてるってなると、今のザウルス、エタニティワーデン、昔で言う永遠の番人、チャックアッキュ、これぐらいですかね。ザウルスの場合は兜をつけてたとしても小さいものを頭の上に乗せてるみたいなこと多いんですよ。なのでね、このアストロリスベアラーのミニチュアね、まあ選択式ではないと思うんですけど、こういった装飾のマスクをかぶってるの珍しいんで、これもねかっこいいなと思って、他とはちょっと違うなって思いました。次はこれですね、スパウン・オブ・チョテクっていうユニットらしいんですけども、これまあ説明よくよく読んでみると、新しいサラマンダーみたいですね。サラマンダーもとうとう今のレジンからプラモデルに変更されるみたいですね。これもね発表された瞬間に、まあ、スキンクハンドラーがいるんで、サラマンダーかレイザードンが新規になるんだと思ったんですけど、ユニットの名前がスパンオブチョテクっていう風になってたんで、これは新規のユニットなのか、それともサラマンダーとレイザードンのコンパチ式キットの名前なのか、ちょっとわからなかったんですけど、やっぱり説明読んでみるとね、既存のサラマンダーの新しい新規造形の
キットみたいな感じになってるようですね。ただこの見た目、今のサラマンダーと大きく違うんですよ。この見た目のおそらくですけど元ネタっていうのは、今のサラマンダーのさらに一つ前のメタル版、大きなね背びれあったんですよ。それをねリファインした感じになってるんでしょうね。昔のミニチュアがちょっと組み立て済みで塗装した完成品お見せできなくて申し訳ありません。私物の未開封のものしかないので中身がちょっと見えづらいんですけど、これ見てもらったらサラマンダーの背びれ確認できるの分かりますかね。やっぱりまあこの背びれの造形から考えると、新しいスパンオブチョテク、新しいサラマンダーっていうのはこれが元になってるんだろうなとはやっぱり思います。ただ大きさに関してはプラになってることもあって、相当ボリュームアップされてそうですね。このメタルミニチュアの中に入ってるスキンクハンドラー、今のスキンクよりも一回り二回り小さいんですよ。なのでサラマンダーっていうミニチュア自身もそんなに大きくないです。改めて新しいサラマンダーのデザインライン見てみると、恐竜と爬虫類、トカゲ、ワニみたいなデザインに、両生類のメキシコサラマンダー、いわゆるウーパールーパーって言われるものの、例えば頭に外エラ、外鰓っていう器官あるんですけど、これがデザインされてたり、水陸両用の生き物なんだっていうのをねすごく意識した形になってますね。これもたくさんね並べたいなって思うぐらい秀逸なデザインになってますよね。このサラマンダーが新しく出たんで、レイザードンがどうなるか気になるところですけど、レイザードンもこれとコンパチ式のキットになって一つの箱の中に入って選択式っていう風になるとは思うんですけど、公式からまだ発表とかないんで、まあどうなるかわからないですけどね。ただこれでサラマンダーのミニチュア、今のものは絶版になるのはほぼ見えましたし、レイザードンのミニチュアももしかしたら消えてしまうかもしれませんから、気になるんであれば今のうちに手に入れておいた方がいいかもしれませんね。そしてこれですよね、これスキンクスターシアですよ。まさかこれがね新規造形で出てくるなんて、ここはね全く予想してませんでした。まさかプラになってくるなんてね。今のスターシーアのミニチュアってファンタジーバトル時代のティトエッコっていうネームドキャラクターのミニチュアそのまま使われてるんですけど、レジンで出てきたんじゃなくて、当時は出たばっかりの時はメタルだったんですよ。ただねそのティトエッコのミニチュアが出た時期っていうのが、確かウォーハンマーファンタジーバトル8版の時で、すぐにエンドタイムになって、そのままメタルが絶版になってレジンに移り変わって、今現在のレジンのものが売ってる流れになってるはずなんですよ。この新しいプラのスターシーや浮遊玉座見ても、昔の透明の支え棒、透明のねプラ棒がないじゃないですか。以前雑談動画で紹介した新しいスランの浮遊玉座も透明のね支えプラ棒なかったんで、完全にあのパーツを排除したいんだなっていうのは公式思ってるみたいですね。で次のこの画像を見てもらったら、さっきのものと違うの分かると思うんですけど、これあえてコンパチ式で、まあ選べる、スキンクがね選べるっていうんであれば、もしかしたら通常のスターシーアとして使うものとどちらかはティトエッコさんなのかなーって、もしかしたらネームドキャラクター復活ちょっとありえるのかなーって期待はしてるんですけどね。復活してくれたら嬉しいですけどね。スターシーアって何人もね何体もゲームで使うユニットじゃないとは思うんですけど、まあここまでかっこいいんだったら、やっぱりそれぞれコンパチ式のものをね取り揃えておきたいなって思いますね。今のねレジン版のスターシーア、デザインはすごく好きなんですけど、メタルじゃなくてレジンになってからちょっと脆いんで、あんまりねその持ち運びとかしたくないっていうのがあったんですよね。だからこれプラになってくれるっていうんであれば、はっきり言って頑丈さっていう面においてはレジンと比べたら格段に上がってると思うんでね、耐久力は。持ち運びしやすくてゲームでガンガン使えそうで良かったなって思います。見てもらったらね分かる通りなんですけど、結構ね葉っぱとか装飾品って細いじゃないですか。セラフォンは特にそういう植物みたいなのが、羽とかが結構ね造形されてるんで、レジンだとちょっとした衝撃とか、あとね熱に弱いんですよレジンは。なのでねポロって取れたり、結構パーツの歪み出るんですよね。だから早くねプラにしておくべきだとは思ってたんですけど、やっとか、まあ、10年以上かかりましたね。セラフォンの新規ミニチュアまだ出てくる可能性全然ありますからね。完全新規のものももう少し
出てきてほしいなと思うんですけど、夏までね、ほんと時間あるんで、あと2、3キットぐらい、2、3ユニットぐらい出てきてほしいですよね。もう今からほんと楽しみです。その代わり予算がかなりキツキツになって、財布の中身はピンチになると思いますけどね。今日の最後に見ていこうと思うのは、この新しいオルクのボーディングパトロールっていうセット箱なんですけど、これもね、今の新しいその室内戦、艦内戦闘を再現しているルールあるんですけど、それに合わせて出てきたボーディングパトロールっていう、これね、限定の多分セット箱なんで、生産されたもの、生産分しかおそらく出回らないと思うんですけど、各勢力結構出てきてるんですよ。その中で今度オルクのものが出るっていうことなんですけど、今までのねボーディングパトロールっていうセット箱と違うんですよ。新しい新規のミニチュアがね1体入ってるんです。でその新規のミニチュアっていうのがこれなんですよ。これねスニックロットっていうオルクのネームドキャラクターのユニットです。これね今はレジンなんですよ。でレジンだっていうことはメタル版があったんですよ。私そのメタル版のスニックロット持ってます。でこの新しいプラのスニックロット、これね出てくるの待ってたんですよ。今のレジン版のデザインっていうのもねかっこいいんです。本当にかっこよくって私好きなんですけど、レジンのものはねあんまり触りたくなくて、メタル版持ってるんで別に作りたくないっていうのが本音ではあったんですよ。でもねこれ今回プラになって帰ってきて、前のメタル版レジン版と違うのがね、素顔を晒してる状態とバイザーをつけてる状態を選べるっていうのが分かってるなっていう風に感じるんですよね。公式よくやってくれたと。実はあのスニックロットさんの設定資料というか設定が絵があるんですけど、当初はバイザーついてなかったんですよ。でミニチュアが出てきた時になぜかバイザーついたんで素顔が分からなかったんですよね、ミニチュア上は。で今回は素顔とバイザー選べるんで、結構ねこの素顔を見た時に設定画のスニックロットに近い顔なんですよ。やっぱりそこをやってくれないとダメですよね。模型的な観点から考えても、こういうコンパチって顔だけなんですけど、パーツね取り付けるだけだと思うんですけど、よくやってくれたなって感じます。このスニックロット欲しいがためにね、もうボーディングパトロール買うのはね確定してるんですけど、さっきの話にちょっと戻るんですけど、今までボーディングパトロールっていうセット箱、新規のミニチュアってね入ってなかったんですよ。なぜか今回こういう風に新規のものが入ってきてて、あこれねまたいやらしい話ですけどね、いつものことなんですけど、このスニックロットおそらく単品で販売後でされるんですよ。そうするとねこれスニックロット1体だけでおそらくですけど5000円から6000円ぐらいになるんですよ。ボーディングパトロールが今1万6000円前後で発売されてますから、これと中に入ってるミニチュア2つ分で、おまけで何かもう1セットのミニチュア入ってるっていうのが、まあ、ボーディングパトロールっていう箱になるんだと思います。値段換算ですけどね、トータル2万以上のものが1万6000円前後で買えるっていうぐらい、それぐらいのセット箱なんで、これね絶対にセットで買った方がお得で、しかもオルクのものは結構ね有用な歩兵ばっかり入ってるんでね、無駄にはならないはずですから、あー気になった方はね、おそらく初回分しかないんで早めに検討されてくださいね。私は必ず買ってスニックロットすぐに組み立てたいと思いますね。メタルのものと並べたいです。いやー最近ちょっとねプライベートでいろいろあって、ほんと心身ともに疲弊してたんですけど、もう新しい商品ガンガン投入されてきて、しかも新しく発売されるものももう自分の好みに合うものばっかりで、やっとモチベーション上がってきましたね。動画作るのもね、ウォーハンマーインペリウムレビュー動画ちょっと遅れてはいるんですけど、真剣にやる気出して動画とミニチュア制作両立させて、ゲームとかしっかり遊びたいなと思いますね。それぐらいやる気になるようないいミニチュアこれから出てくるって思うとね、怠けてられませんね。皆さんもこうやって新しいもの見て、自分の好み、自分が欲しいと思うものどん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 出てきたら、特に初回版のものに関しては、いやほんと最近多いんで、あと値上がりもあったんで、これからね物価上昇して値段が上がっていく可能性全然ありますから、少し資金余裕あるうちに購入検討されてください。私もねこうやって動画で少し収益上がってきてるんで、この収益の中から動画のネタになるようなミニチュアとかもね購入させてもらえるようになりつつありますから、そういったことも考えると怠けていられないなって、皆さんにもっと還元したいなと思いますので、ちょっと頑張って
ミニチュア制作と動画制作やっていきたいと思います。それでは長々またお話ししましたけども、今回の動画これで終わりになります。気に入っていただけたらチャンネル登録、高評価ボタン、なんなら低評価ボタンでも押していただけたら私のやる気が上がりますので、よろしくお願いいたします。コメントの方も気軽に残していってください。いつもご視聴ありがとうございます。よー、ここまで見てくれてありがとうよ。せっかくだからよ、俺たちの戦組に入っていけや。チャンネル登録と他の動画も楽しんでってくれよな。このチャンネルでゆっくりしていけや。